皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますのでチェックしてみてください。ツイキャスは Twitter も連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノアンを探してお楽しみください。それではこの後4時半までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。銀座西川高級安食パン。はい、ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりましたゆりんく沖縄です。今週はですね、ちょっと面白い話があったのでちょっと紹介しようかなと思います。というのもね、僕ちょっとね、お家に神棚があるんですがね、まあ毎朝お供えしたりしてるんですけども、僕ちょっと古神道って言ってね、古い神の道って書いて古神道って言うんですけど、まあ神社とか神道って言いますよね。こういう神道を勉強して、いたのでね、今も神道を勉強してるんですけど、お家にね、神道辞典っていう、めちゃくちゃ分厚い、辞典があって、まあ、神道、なんて言いますかね、作法とか、まあ、偉人だとか、神社とか、歴史とか、もういろんなのが入ってる辞典があって、神道辞典っていうのがあるんですけど、ちょっとこれ読んでたら面白い、なんていうか、意外な人を見つけたんですね。これ妻が見つけたんですけど、二宮金次郎さんがね、紹介されてたんですよ。で、神道辞典だから、なんだろうな、国学とかね、神社の、偉い人とか、そういったのが出てくるのはわかるんですけど、二宮金次郎さんが出てるのが、ええと思ってね、なんか、びっくりしたんですよ。なんか、皆さんもね、二宮金次郎って言ったら、多分、薪を担ぎながら本読んでる人でしょって思うと思うんですよ。まあ、僕もそれぐらいの認識しかなかったんですけどね。みんな小学校で習いますよね。二宮金次郎のね、エピソードっていうかな。僕もそれぐらいの認識しかなかったんで、なんで神道辞典に出てるんだろうって思って読んでみたんですよ。この人なんかね、神道とかね、そういうのでなんかやったのかなと思って読んでたらね、面白かったんですよ。この人は、多くのね、農村とかね、指導して、復興した人らしいんですね。で、その時に、この人の指導はね、経済的な立て直しだけじゃなくて、
もう人間の精神の復興を先決としたっていうんですよ。で、あの人間の精神の復興についてですね、あのそれを先決としたんですけど、それにはね、あの自分が体験してきたこうアマテラス狼の、あの教えっていうか、あの教えとかないんですけど、その、あの神話の古典とかからですね、あの神の生き様みたいなのがあるじゃないですか。そういったのをもう自分の、あの体験から、あの確認して、あの、あ、神様の生き方ってこういうものなんだなっていうのを自分で、あの学び取っていって、それを、あの元にね、あの指導していったっていうような、そんな話があるらしいんですよ。そう書いてあって、ええー、と思って面白くて、ちょっと二宮金次郎って言ってね、あの調べていったら、とってもあのいろんなエピソードがあってね、そのこの復興、その衰退した農村の復興とか、そういったのを通して、いろんな哲学をあの完成させていくんですね。で、それがなんとね、あの今のこの経営者とかね、あの渋沢栄一とかいるじゃないですか、あのその大企業家、あのそういった人たちにも多大な影響を与えるぐらい、二宮金次郎っていう人はね、あのそのすごい考え方、あのすごい偉業を成してきた人らしいんですね。まあ、ということでね、あの今日はあの二宮金次郎さんのこの話を学ぶことで、僕たちはね、あの忘れかけていた日本人の生き方っていうのがね、あのこれは学び取れるなって思ったので、今日は紹介しようと思います。まずあの二宮金次郎さんはね、あの元々はあの比較的裕福なあの農家の生まれだったみたいなんですね。で、そのお家も勉強熱心で、あの比較的豊かだったんですけど、あの洪水があったみたいで、その田畑はことごとく流されたみたいですね。そこからお父さんお母さんはもう苦労してね、あの働いて子育てして、あのもう亡くなってしまうんですけど、お父さんがね弱っているそのね中で、その二宮金次郎さんが12歳の時にお父さんに代わって、あの河川の土木工事か何かに参加したらしいんですよ。そしたら、あの自分その12歳だから子供じゃないですか。だからね、一人前の仕事ができなかったっていうことで、人に助けられてばかりだったっていう感じなんでしょうね。そこであの金次郎さんは夜わらじを編んだそうです。この今でいう靴ですよね、あの履くやつですね。わらじを編んで、そしてその後みんなに配ったって言うんですよ。これはどういうことかというと、自分は半人前だからみんなに助けてもらってばかり、だからその代わりその感謝の意味も込めて、そのわらじを編んでみんなに配りましたっていうことですね。あのもしくはあのまたはこうだと思うんですよ。自分にあのできることはわらじを編むことだと、あのだからそれでその河川工事をサポートしますっていう意味もあったかもしれないですね。まあこうやってあのこのわらじを編んで人に配ることで、まあ大人から認められて、あの一つ大きな学びがあったらしいんですね。ね、これはね、あのあまあまああの こういうね、あの子供の頃のエピソードがあって、そして2年後ね、お父さんが亡くなって、14歳でね、お父さんが亡くなって、そして16歳の時にお母さんが亡くなって、そして兄弟みんなと離れ離れになってね、一家離散になったそうです。で、そこでね、おじさんのところ、親戚のおじさんのお家に預けられるんですけど、そこでまた、あの、二宮金次郎少年は、すごい面白い体験してるんですね。何かというと、やっぱね、あの、
この金次郎さんは読書家だったらしいんですよ。勉強熱心。それで、夜、本読んでたら、そのおじさんが、夜は本読むなと、言ったんですね。それは、油がもったいないから、っていうことだったらしいんですよ。なので、金次郎さんは、油代を自分で稼ごうって考えたわけです。そこで、お友達から、油菜の種を借りて、荒れ地に撒いて、そしてこれを収穫して、油代を自分で稼いだそうです。そして翌年には、捨ててあった苗を拾ってきて、荒れ地に植えて、そしてこれをちゃんと収穫してね、一俵余りの、米を収穫したって言うんですね。このエピソードから、その金次郎さんはね、なんか、一生懸命、働いてね、精神誠意を、傾けて、働いて、耕して、植えれば、そのね、神様のお恵みが必ずあるんだっていうことを、この人は、掴み取ったっていうんですね。これが、今後の、なんていうかな、大きな考え方の柱にもなっていってるみたいです。それで、結局、この二宮金次郎さんは、お家の復興に尽力するんですけど、何歳かわかんないですけど、結局それをね、成し遂げたんですよね、若い時に。どれぐらいかな？あ、二十歳ですね。二十歳の頃に結局お家の復興を成し遂げたってんですよ。多分いっぱいね、収穫して、わかんないけど。金持ちに戻ったっていうのかな？普通のお家に戻ったのかわかんないですけど。で、その後は、結構ね、あれです。その国のね、その住んでる、藩主から、抜擢されてね、いろんな仕事を、任されるんですね。その中で、下野の国、桜町寮っていうところですね。栃木県らしいんですけど、その桜町のね、農村を、復興してくれという、命令を受けるんですね。で、そこで、二宮金次郎さんは、すごい、苦労するわけですよ。それね、どういうことかというと、藩主の命を受けて、こうね、復興するんだけど、その二宮金次郎さんの上司にあたる役人がね、ことごとく邪魔してくるそうなんですよ。金次郎さんを出世させたくないのか、復興事業をね、金次郎さん任されてるけど、上司が徹底的に邪魔してくると。そして、ことごとく邪魔されて、もう晩作尽きたっていう時に、もうね、この事業はね、確か10年とか15年とかやるんですよ、金次郎さんは。でも、その上司が、無能、本当に無能なんだけど、読んでたらね。それで、もう晩作尽きたってね、金次郎さんは、成田山に入るそうなんですよ。成田山に入って、断食して、なんか、ある境地に達したんですね。それがね、神道の世界ではよくあるんですけど、みんな神様だよっていうような考え方があって、現れる人も神様、自分も神様っていうことで、で、もちろん、反対してきたり、妨害してきたり、自分を邪魔してくる人、そういう人たちもみんな神様っていう、こういうね、考え方ですよ。すべて神様っていうことは、神としての役割をみんな持ってるっていうことなんですよね。で、こうやってね、邪魔してくる上司も神様なわけですよ。だから、神様同士争っていては、もうどうにもならない。それはね、争いっていうのは、つまりもう、没落する、道なんですね。だから、金次郎さんは、人はみんな神様だから、
あの、和合、和合していくんですよ。平和の和ですね。あの、その敵対するような人とも和していく。仲良くなっていくとか、あの、調和していくっていうことですね。和合して、あの、行く道を、あの、見出すんですね。敵対していくことではなくて、和していくことで、あの、そのね、復興事業を、あの、完遂しようという、そういうね、あの、ことになったっていうんですね。あの、これがね、この話が結構面白くて、あの、この無能って言うとすごいかわいそうなんだけど、あの、この上司の方は豊田正作さんっていうものかな、正作さんっていうものか、ちょっとごめんなさい、わからないですけど、豊田さんっていう人がね、あの、その上司の役人して、あの、赴任してきて、それで徹底的に邪魔するんだけど、あの、結局、この豊田さんは改心するんですよ、後から。ああ、俺はなんて恥ずかしいことをしてたんだって言って改心して、その後は、あの、面白いことに、あの、結構ね、ずっと生涯を通じて、二宮金次郎さんのサポートをするんですよね。こういう話も面白くてね、まあまあ、今のは余談だったんですけど、まあ、この二宮金次郎さんはね、あの、この成田山に入って断食して、ある境地に至るって言ったんですけど、その時に、あの、一つ、なんか、歌を残してるんですね。この歌が、まあ、有名みたいなんですけど、あの、こういう歌です。一円の実り正しき月夜かなっていう歌と、もう一つ、人心に民の心のつく夜かなって言って歌ってるんですね。この時に、一円とか人心とか言ってるんですけど、この一円っていうね、意味が、円ですよ、円。あの、これ、読んでるとき、多分満月ですよね。月夜かなって言って出てますよね。これ、あの、まん丸の満月見て歌ったと思うんですよ、多分。で、このまん丸を見てですね、きっと、陰陽とか善悪、正しい間違い、もう自分も、あの、自分に反対する人たちもみんなまとめて調和してる姿が一つの円なんだっていう、あの、ことだと思うんですね。これが調和して、もう大きな大円満の状態がこの一円ですよ。そして、あの、この二宮金次郎さんの言葉で、一つぞ二つ。二つ一つぞ。っていう言葉があってね。この二つっていうのはね、あの、分離して分かれて、相対してる状態ですよね。でも、二つなんだけど、根源は一つなんだよって言ってるんですよ。で、根源は一つなんだけど、二つに見えるよっていうことですよね。だから、相対してる二つのものの対立も、根源は同じ一つのものとして、あの、お互いがね、あの、邪魔しやったりね、あの、なんていうかね、あの、こう、あの、ジレンマがあって、なんか、あの、一緒にね、あの、協力し合えないような感、この状態も、でも原因は自分の立場とか自分の都合とかから始まってるんだよっていうんですね。だから、分裂するんじゃなくて、自分の見方、考え方を改めて調和しないといけないと。そして、あの、結局この結論がですね、争いというのは必ず分裂するっていうことなんですね。争いの状態になると必ず分裂する。でも、和するもの、平和の和ですね。和するものは一円となってね、融合して発展していく。そして、永遠の平和を保障するものは和以外にはないっていうね、あの、こういう考え方が、あの、こういう考え方の境地に至ったそうなんですね。そしたらね、その後、あの、事業はね、どんどんうまくいったそうですね。あの、まあ、こういうエピソードもあって、もう一つ、この、あの、みんな神様だよとか、あの、
みんなで和していくんだよっていう考え方の他に、この二宮金次郎さんの考え方にね、徳っていうものがあって、これはね、損得の徳ではなくて、徳を積むの徳ですね。これがね、とてもなんていうかな、すごくこれもまた大きな柱なんですね、この二宮金次郎さんの哲学の中で。でこの徳を積むの徳ですけど、僕たちが考えるね、この徳を積むっていうこの徳ではないんですよ。これはね、徳っていうのは物事の長所とか、なんていうかな、長所とか、美しいところとか、美点って書いてあるんだけど、なんていうのかな、徳に与えられた能力であったりするんですね、才能とか。物事にはすべて、この長所とか才能とかね、何か人よりも、抜きん出てできることがあるっていうんですよ。で、それを徳っていうんですね。だから、その自分にできること、自分の能力を発揮することを徳に報いるっていう言い方してるんですね。で、これがまた大事な話でですね、この徳に報いてですね、そしてこの和って言いましたよね。調和していく和。和の根源なんですよ。徳に報いるっていうのは。つまりみんなっていうのかな、その一人一人がね、能力を発揮してね、みんなと調和していくことで和の根源になるっていうんですよ。そしてこの生き方を譲りっていうんですね。席を譲るですよ。なんかこれ金次郎さんのね、用語って結構特殊だなと思うんですけど、これはね、勉強しても面白いなと思いますね。まあ、このね、譲りっていう生き方ですよ。自分のできることを発揮して、そして、協調、協力して、調和していく。これを譲りっていう生き方ですね。この生き方をと、伝えたのが、アマテラス大神であるっていうふうに、二宮金次郎さんはこう、説いて、いるみたいなんですね。これ面白いなと思って、さっきね、この僕が喋ってる中で、みんなが神様っていう話しましたけど、みんなが神様っていうことは、一人一人に、役割があるってね、僕途中で言ったと思うんですよ。この役割っていうのは、その人にしかできないものであったり、他の人が変わることができない仕事だったりっていう、そういうことなんですね。だから一人一人、これをね、天命とか言ったりしますけど、一人一人が、その自分のね、生き方を発揮する、自分の、やらないといけないこととか、自分がやらないと誰もやらない、誰もできないこと、自分しかできないことを発揮していくこと、これがまた神様の生き方でもあるんですね。実はね、神様って何でもはできないんですよ。アマテラス大神だったら、この世界を照らすっていう仕事なんですね。夜は照らせないんですよ。専門性を持ってるんですね、神様。だからね、そういったのも踏まえて、この二宮金次郎さんはね、この神道から学びを得て、そして仕事に生かして、そして大きな偉業を成し遂げたっていうね、そんな人みたいですね。このね、もう徳の話っていうのが、もうちょっと来週もできたらいいですね。ちょっとね、もう時間オーバーしてしまって、もうそろそろエンディングの時間です。すいませんね。もう徳の話またやりたいですね。ということで、今日は二宮金次郎さんの話でした。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週もこの話でやるかもしれないですね。ということで、ゆりんこ沖縄をお届けしました。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。